自己満足でやっている習慣がありまして、あの何か新しいお仕事だったり、あと何か挑戦をしたり、でも今回のこういうインタビューでお話をすることとかもそうなんですけど、とにかくもうすごく考えて準備をして挑むということなんですよね。あの性格的にすごく心配性だったり緊張しやすいので、とにかくもう準備準備準備でいろんなことを想定していろんなことができるようにしておこうっていうふうに常に思ってしまって、でももちろんそれが全て発揮できるわけではないんですけど、そうやって一通り考えて準備をしてきた自分であれば、結果どんなものになっても、まあ、受け入れられるかなっていうふうに思うので、もうとにかく準備をして考えてそういう万端な姿勢で挑むことが多いです。でも、まあ、その反面そういう土壇場でとかぶっつけ本番で自分がどういう行動を起こすのかなっていうことも気になったりもするんですけど、でもやっぱり自分の性格的にはちゃんと準備をしてちゃんと考えて何かに挑むっていうことがすごく合っている気がするので、それは自分のためにやっていることかな